日本の原爆文学は1983年7月に刊行された日本語で書かれた原爆被爆に関する小説、戯曲、詩歌、手記、記録、評論、エッセイの総書である。全15巻。核戦争の危機を訴える文学者の声明、署名者による活動として企画され、ホルプ出版からセットにて全巻同時に刊行された。全巻の姿1982年。 半角文学者の改正和人メンバーは原爆文学の集大成を1983年の原爆期及びアジア文学者広島会議までに刊行する企画を立てた。だが企画を持ち込まれた大手出版社、中堅出版社はことごとく断った。原爆文学及びそれに関する書籍はごく一部の作品を除いて赤字になることは当時の出版界の常識であり、 これほどのタイなアンソロジーは全く検討の外だった。世話人メンバーも出版社を危機に陥れかねないことを知り、実現は閉ざされたかに見えた。その時世話人メンバーはホルプの存在を聞き及んだ。ホルプの前身は東京都内の中森書店から出発した書籍の直販カップ販売会社、図書月版である。再生時は全国で3000名近い販売スタッフを抱え、 平凡社の世界大百科事典や数々の絵本をはじめ、出版各社が売り悩んでいた領書をセットに組みカップ、販売に乗せて次々とヒットに導き、多くの出版社を支えつつ成長した。中でも出版界がこぞって、無謀と評した日本近代文学館の名著復刻シリーズ事業を、ホルプ出版や東京連合印刷を設立して、 印刷による正確な再現に必要な高精度の正版撮影技術と製紙、印刷、製本にわたる復元技術を確立して大成功に導き、日本近代文学館の財団法人としての運営基金形成に大きく貢献していた。1982年9月、世話人メンバーの代表は、ホルプのオーナー社長、中森真希とに面会した。 中森真希とは同月ホルプ出版の社長にも就任していた。当時のホルプ出版は、社員約60名、年商60数億円の中堅出版社に育ち、数多くの海外収作絵本の翻訳や、自動書、単行本を刊行する一方、他社が二の足を踏む両所のセット企画、野心的な試みを、ホルプの販売網にていくつかヒットさせていた。中森は、 日本共産党党員であり、社員や販売スタッフにも一部その思想傾向があった。ホルプの顧客には、教職員の割合も多く、反核、反戦、平和、反差別に関心ある人々が一定存在し、多くのセット商品の中には、教育に関するもののほか、裸足の源で著名な中沢刑事、陸軍に当兵として、戦争を体験した水木しげる等による、 ホルプ平和漫画シリーズなどの半角、反戦ものもあった。だが家庭への書籍セット販売の限りが一段と明確になった当時、原爆文学に関する大部な企画の重圧は相当だった。全16巻を広島、長崎の原爆機前に全巻観光。著者、著作権者へ収録の願い状を用意でき次第発送。半権交渉は慎重を期す。印税は、 定価の5%程度とし、最初の依頼上には記載せず、後日、半角文学者の会から説明書を送り納得を得る。売り上げより、アジア文学者広島会議への援助を希望。原稿収集にあたる編集世話人に編集経費を検討。手のかからない小説類の元原稿を来週までに収集し、作業を先行させる。ホルプ出版の定価6万円。 再三ライン3000セットの仮決定を了承。当初16巻の案は以下の通りだった。独立館で検討、渡辺博史確定した、編集世話人、中野隆二、小田美伊藤成彦、小中陽太郎、大江健三郎、長岡博義黒子和夫、栗原貞子、岩崎誠一郎、山田菅、鎌田貞夫。編集世話人は、この企画で、 ホルプグループを危機に陥れないため以下の全面的な協力を決めた。再三点を下げるため印税は、著名作家から姿勢の人々まで低下の一律5%とし同2%相当額をアジア文学者広島会議の運営に援助する。半権を持つ出版社との交渉が困難な場合、編集世話人が無償大託を説得する。 経費節減のため編集世話人への謝礼をゼロとし、広島、長崎の編集世話人を含めて手弁当で作業する。販売促進に協力する。表紙のデザイン全十五巻三千セット採算で、計算すると、ホルプの販売網に載せるには一冊、単価七千円超、セット価格は十万円を超えた。当時、 この価格帯での常識的なホルプの販売見込み数は1000セット以下だった。だが、中森真希とは常識を無視した決断を下した。採算ラインは7000セット、セット定価57000円、一冊単価3800円。これは、ホルプグループの存在をかけて世に広めなければならない全集だ。だから効果であってはならない。アジア文学者広島会議。 公式配布冊子編集方針は選択された作品をそのまま収録することだった。全15巻を原爆期に間に合わせるには原稿を読み込んで明らかな誤植を訂正する時間しかないとの判断と既発表作品の集大成であることからだった。それでもいくつかの問題が発見され訂正された。大きな訂正箇所と参考となることのみ掲載する。十一書房の 大田陽子集と重なるのは、カバネの街のみ。恋、暴露の時間、ホタル、枕場、点々の旅は、日本の原爆文学のみの収録である。さらに大田陽子自身の評論を15作品、大田陽子論を10作品収録した。収録作品は、長編、新版である。著者からは、定本として、筑区書房版、堀田義江全集の第5巻でなく、 当時最新刊の修営者文庫本が指示された。だが消防の結果、修営者版の五色やちくま処防版との異が約30箇所発見された。重要な異は当時バルセロナ在住の著者に手紙で確認された。大きな訂正箇所を挙げておく。広島への原爆投下時刻の混乱修営者版文庫本下巻 P29 では午前8時15分、同、 P240 では午前9時45分、筑くま処方版第5巻では午前9時15分となっていた。著者自身なぜそうなったかわからないとのことで、午前8時15分で統一の指示が返った。修営者版文庫本条館で抜けた部分、誤り修営者版文庫本条館 P85 の15行目、すべてに遠近感も感じられ、野の,の中が欠如し、 著者の指示で復活した。修営社版文庫本上貫 P140 の2108キロ、28334キロはメートルに正された。用局の題名と引用師匠が修営社版、畜麻書房版とも混乱作品の最後の方に用局の引用が数箇所ある。この用局は、宝章流と関全流とで題名が違い、支障も少し違う。 周永者版と筑区間処防版の双方が、以下のようにちぐはぐな状態であるのが発見された。これは、作中で洋曲を歌う祖母、ムベが、金沢の出身であり、北陸は、宝送流の盛んな土地であることから、著者確認のもと放流で揃えられた。詩、短歌、俳句、千流の作者の合計は1300名を超え、収録作品数は4100近い膨大なものだった。 広島、長崎双方の被爆者による短歌、俳句の作品選定と収録承諾の確認は現地編集世話人が当たった。最大の誤りは原本の一つに使用した日本原爆詩集でのマ壁ベ氏ヒトの詩だった。詩が明らかに途中から変調しており、原点の詩の廃集によって港の清子の詩、母の発言がマ壁ベ氏ヒトの詩の最後に シームレスにつながっていることが判明し、他にも途中で不自然にカットされたもの、大きな誤植のあるものがあり、いずれも正された。他の注目点は、死の、初出年月だった。詩本文の誤りの多さから、念のため他の巻ではしなかった、著者校を郵送で言った。結果、思いのほか訂正が送られてきた。日本近代文学館の書庫の詩集等で記載以前の、 収録を発見し、書質を訂正した作品もいくつかあった。安藤嗣ぐから、死の戸垣きの広島への原爆投下時間について、9時15分はそのままとの回答があった。山本太郎は3月の半角文学者の会で発表したばかりの詩に早速手を入れた。栗原貞子は、馬しめ花の詩を手書き原稿で送ってきた。短歌も著者校を行ったが、 自身の歌と確認できないため削除の申しで別の歌との差し替え希望が複数寄せられた。また、字は著名な詩人が中心だったが、短歌、俳句、川流は一般の人々が中心となった。短歌3種の印税は1万千セットでもわずか117.5円だった。連絡のつく著者のほぼ全員から原稿料の事態の声が寄せられていたが、社員の提案で、 感謝の手紙とともに当時発売された60円の郵便記念切手、鳥シリーズ第1号のヤンバルクイナが2枚送られた。林京子は、印税736,969円の半額を長崎市原爆被爆者基金へ寄付し、残りの半額を半額文学者の会の運動に役立ててほしいと連絡してきた。当時のホルップ内部の配布文書に、 その際の林の一文が掲載されている。日本の原爆文学は、文学者たちの切迫した、核兵器廃絶の恋い願い、平和への気球から生まれたもの。その印税を九死に一生を得た被爆者の立場から、少しでも、お役に立てる使い方ができればと寄付を思い立った大江、健三郎、小田ミノルをはじめ編集世話人は、この企画によって、ホルプグループ、 ホルプ出版を危機に陥らせてはならぬと様々に活動した。その一つが7月16日、東京の日本教育会館で開かれた観光記念文芸講演会であり、それは以下の小冊子となった。大江、小田の小冊子、明治前期、明治後期、大正期、昭和期、新選、特選、聖選、その他個人集、衆、鹿集などのシリーズ、合計約数百冊。 ありがとうございます。